どうも、エズザです。それでは、ゴースト・オブ・ツシマやっていきたいと思います。そうですね、ちょっといろいろ歩き回ってたヨロズヤとか見つけたんで、こちらでちょっと武器変えたりとかしたいなと思います。まあ、武器を変えるというよりか、見た目みたいなところですね。で、いろいろ散策してたら、花が75になってまして、まあ、せっかくなんで、変えようかなと。海竜の翼か。残忍な竜の精神を生み出す。はいはい。そしたら、これにしましょうか。戦でお使いください。かっこいいよね。で、弓も変えれるみたいなんで。まあ、柄が変わると。で、鎧がね、そんなに見つかってないのよね。はあ、針金とかだね、鉢巻きかっていう感じなんで、まあまあまあ、また頼むぞ。ちょっと刀だけだね、刀だけ、まあ、よく見ると竜が描かれてるっていうとこだね。これが基本だね、最初のだね。これも十分かっこいいけどね。ちょっとこちらに変えていきたいと思います。で、今回何をするかっていうところなんですけど、メインをしようかなと思ったんですけど、いろいろと、こういうふうに、赤いところですね、拠点がところどころ残ってたりするんで、ちょっと、そちらを進めていこうかなと思ってます。せっかくなんでね、旗も手に入れたいし、物資も欲しいし、結構そのあたりは強化しておきたいんで、まあ、手に入れて強化したいところだしね。そうだね、矢筒も新しくしよう。どんなものでも揃えてますよ。遠距離、まあ、矢は16か、増えるだけか。あ、一応買うことはできるけど、まあ物資と交換って感じだね。目的を達せられますよ。んじゃ、早速一つ目向かいますか。近いんでね、全然影が来ない。影を、あ、来た来た来た。さあ、どのあたりかな。よし、着いた。見つからずに敵を倒せよ3体。隊長を見つけて動きを見極めると。その隊長はね、比較的あんな感じで一生懸命練習してるんでね、こっそり入ればなんとかいけます。で、見極めるだけでも型の得得ができるんで、風の型をゲットですね。結構ちょこちょこボスってか隊長いるんです、この辺に。結構いいんだよね。で、今回は風の型と槍兵に特攻。あ、槍兵には助かるな。てか、蹴りしてるね。お、スパルタンキックじゃん。すげえ。いいね。これ、ゲットしておこう。んで、風の方と。おお、結構進むね。まあ、こっそりとね、アイテムゲットして、上から気づかれずに殺すっていうのがあったね。隊長はちょっと後回しにして、
危ない危ない。上がね、上がいるからね。てかめっちゃつまみ食いしてるじゃんあいつめちゃくちゃつまみ食いするな。さて、はい、一人目。ということは連撃は微妙だねってことになるよね。さすがにこれは見つかるかな。ダメだった。あー、しかもキャンセルになるんだね。はあ。じゃあ見つからなければ OK だからとりあえず。回ってだね。さあ、めっちゃバレてる。達成しておくとね、後々もらえるんでね。まあとりあえず一回逃げようか。とりあえず一回引いて。海兵がきついんでね。無理っぽいね。やっぱさっきのところか。やるなら。入っていって。1、2、3人いるかな。いや、いるね。十分いけるね。よし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 。まずせっかく一人都合がいいところいるんで。さあ一人で、あそこ二人固まっちゃったのか。隊長はずーっとやってるからね。全く同じ動きするんだよね。どっか行ったね。お、危ない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 。ちなみに弓も OK。
見つからなければいいって感じだね。視界に入ってなければ OK だね。てかめっちゃホタルが飛んでるし。さあ3人目よし、まず達成。じゃ連撃でちょっとね、体調きたね。よし、おい、区内で。おお、めっちゃ切りかかってますが、ういっとね。さあ、噂が広まる。まあね、見つかってもよければ気にしないでいいんだけど、まあ、せっかくなんでね。まあでも、なかなかよね。見つからないっていう条件はね。めちゃくちゃ物騒やったな、今の。転がってたもんね、今ね。いや、なかなかな RC よ。さて、ルーシー取って、ここには特にないのかな、書簡とかは。さ、クリア。ここもちょっと目指しますか。さて、着きました。ま、ちょっとね、猛虎兵が多い感じなんで、まあ、慎重に行こうかなとは思いますが、まあ、物資を取りながら行けますか。今、声がしたが、外かな？おう。あそこにいる。あ、いや、そこにもいたね。絶対あっちは。よし。ちょっとね、新しく能力もゲットしたんで、だいぶ今のは楽になったね。あ、やっぱ索敵だね。あとは、あの物資はどうやって取れたんね。見られたな。オッケー。意外とね、意外と許されるんだね。二人いる。これで一回隠れればいいか。ちゃんとサブライって言ってるよね。
めっちゃそこで頑張ってるね。おい、まあ、一通りこれで OK。邪魔者は消しとかないとね。風の方、まあまだそこまで使いこなせてるわけじゃないかわかんないけど、良さげな雰囲気はする。蹴りがね、どれぐらいうまくできるかだね。で、おー、すごい。めちゃくちゃ綺麗じゃん、ここ。こっちはない。多分、そのまま下だね。いや、花がある。花あるか。あれ、でも、多分、いけないよね、僕、この状態じゃね。ぐるーっと回って、あ、こっちから行けるね。こんな感じでね、どんどん寄り道してしまうんでね。で、この見てる方向で問題なしだね。あ、もっと楽なところあったわ。あそこだね。こっちから降りていって正面から行くのかな。痛い痛い痛い。あと回復しとこう。結構ね、1ミリっていうのがね。あっちの入り口はほとんどいない、もしかして。いや、でもいそうだな。今なんか人影が見えた気がしたけど、気のせいか。よしよし。うん、いや、いたね。いや、違う。これじゃ勝ち目はねえ。でもなんとかせにゃ。どうした？アザモウラを取り返すため、お力添えを。そうか。村の中の者が危うくなるぞ。猛虎は年寄りを痛めつけてるんです。ある捕虜が逃げた罰として。痛めつけて何になる？で、どこに囚われた？一人は神社、あとの二人は家の中に。いかにして入る？門は開かぬぞ。正門の近くに隙間が、子供が通れる大きさです。俺が忍び込もう。肩がつくまで隠れていろ。恩に来ます。子供が入れるくらいの大きさってなかなか狭いよね。さあ、もう一仕事。サブクエですね、浮世草。で、どっから入るんだろう。その隙間からか。弓は5本。おお。よし、まずは一人。どこまで移動するかな。ヤクザの人に힘을잘두고있어。ヤマルネギマロ。おい、一人。クナイがあるとね、これだけ卑怯に
戦えるっていうね。しかもよろめきがあるから、いけいけ、よし、蹴りからの切り、よーし、ふう。まあちょっとね、ちょっとね、気づかれるの早すぎだけど、まあ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 、もう区内があればどうってことないからね。さあ、区内2本ゲット。ん？今なんか下映ったよね。俺の間違いではないはず。吸い込まれていったかな、下に。上一人。まあ早めに片付いたからそんなにって感じだね。あれはどっちだ。お、踏みとし症状。あれは違うか。こっちはバレてないんだね。はい、回復。まあ区内を使うまででもなかったと。上いるか。であれば上からだね。エキソルッパイ、どこから。太刀の鍛え方を教えろ。断れば首を切り落とす。太刀の鍛え方を聞いてんのか、わざわざ。俺が何をした。縄を解け。待って、俺今どういう入り方した？俺今多分引っかかったよね、今ね。近くに敵がいると。本当は後なんだろうけどね。おお、研いでる研いでる。貫通せぬ。ほう。いいね。さあ、これで OK かな。間違って区内を無駄に投げてしまったけど、まあ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 、はいはーい、まあまあちょっと待ってね。安全だ。タカという。なんか映ってる。待て待て。ひもひもひも。思いました。
タカは村から逃げた。安心しろ。しばらく身を隠せ。こいつか、犯人は。エクナイゲットで。あ、そ、あ、いたね。ユミ楽ってか強すぎ。その距離感だと。まだ兵がおります。はい、で、はい、連撃で終わりと。わざわざ背中を見せに行ってくれたね。まあつまらんものを切ってしまったな。さあこれで3人目。待たせてしまったな。怪我は？ありません。手当てしろと言われたのですが。断ったのだな。しばらくここに隠れておれ。村尾さんもどこかの家に引きずられていきました。手遅れになる前にどうか。村人、あー、まだまだあるんだね。よし、なんだ、3人と思った。これだけかと思ってたけど。とりあえずこっちから攻めていこうかな。あそこなんかいるね。よし。ドアの開け方やっぱこうじゃないとね。よし、走ってから刺すのがちょっといい感じだね。開けてよ。さあこれで脱出経路は確保できたと。ちょっとこっちから行くと後々めんどくさそうだから、こっちからにしようか。だからどこそこ結構敵いたんだね。お侍様、安心するな、行け。左に降り、あっちまでね。もう先にこの一人始末しとくか。見られそうで怖いか。あ、安らかに眠れ。お、朝になってきたね。日が出てきた。矢がない、矢がないね。ちょっと矢持ってない。ないか。矢が強い代わりに結構消費激しいよね。
伏兵ここまで来たのに。ってことは最初からかな、もしかして。なんか最初から気がするな。ユナと ああ、なるほど。三人あそこね。あ、こっちから行けるわ。よしよし。本戦班の突っ込み、死にたくない。そりゃそうだと思う。ちょっと、ちょっと。ほい、その武士は私です。いやー、華麗にね。もう武士というかけらもない倒し方やね。村大阪いかにも、もうこの掟を受け入れねば村の者を皆殺しにすると脅され、諦めるところでした。よくぞ耐え抜いたな。安全になるまで隠れていろ。猛虎の隊長に家を乗っ取られました。どうか奴も退治なさってください。奴もね、まあ倒さないとね、平和にはならないから、仕方ないから倒してやろう。その代わりね、物資をね大量にもらえるものもらってね。そっちか。まず右からだな、攻めるなら。いや、これ意外と広いね、ここはね。体調が、体調、もしかして2組いるか。新しい網を作れ。これこれ、ヘッデンウッドヒラフラ。魚を取れば優しくしてやる。あ、観察できる対象ではないのか。よし、隊長。あ、距離感か。ってことは。よし、バレる前に。岩さん、さあ物資もゲット。あと1回か。体調の動き見切りたいんだよな、できるだけ。馬が歩かなくなれば俺は蹴る。お前が動かなくなれば俺は蹴る。さあ働け、蹴られたいのか。蹴られたいのかって、蹴られたいやつはさすがに。おい、うどく靴張るな。あっち。無音で消してゴロフよした。エンテル侍を渡した。あったあてるで。頑張るね、ゲームハロー。え、なわさわかんぞ。呼んでは、もう君しかいないのよね。そう、
あ、使えぬか。あ、おい、うどくくちゃはるた、そっけらはすすちゅうすん、あつちゃくさ、ちゅん、おい。水の方は敵、盾兵にと有効か。R に押しながら、まるで水の方に切り替え。だが、俺に悪内がある。もう切るまでもないというね。で、死んだ後にさらに切るっていう。まあ、ここ水の方がちょうどいい感じに。練習に良かったんだろうね。まあ、区内で倒したけどね。あれ？あ、逃げたね。よしよし。さあ、これで OK？ あ、OK だね。さあ。あら、風も流せない感じだね。北道戻りますか。いやーね、使い勝手は全然問題なしっていうところで、蹴りが決まればかなり強いね。やっぱ吹っ飛ばしてその間に切りつけれるっていうのはやっぱえぐいな。まあでもこの村もだいぶ苦労しただろうね。さあ、こっち側で合ってるかな。お、合ってるね。で、最後そのもん開けたら終わりっていう感じかな。そうだね。そして反対側に行くと。意外とね、体力切れて走れなくなるとかしょっちゅうなんで、人状態になるとね。できるだけ馬の移動がいいよね。ん？侍か。よくも民を苦しめたな。もうこの掟に従えば、こいつらは苦しまずに済む。愚かな嘘をつくな。死をもって償うがいい。その首、俺が切り落としてやる。さあ、盾持ち。おお。いてて。ああ、なるほどね。そしたら水の方がいいかな。いや、それどころじゃないね。強えわ。普通に強えわ。一撃か。強い。小松だ。くわ、早いな、出が。出が早い。小松だ。ユナとタクマおる。兵
よしよし。間合いを取って一気に仕掛ける。よしよし。よしよっしゃ、これで仕留める。いい蹴り決まった。やはり蹴りやな。強かったなぁ。でもって、これ、戦えないと結構辛い。相手によってね。これはちょっと覚えていこうかな。ちょっと仁王の上中下段みたいな感じだね。はぁ、あ。さあ、行くか。いやー、これきついね。まあでもこれでやっと領地が一つ取り返せたという感じかな。さあ、もう一仕事終わりと。いやー、ボス強かった。技量一つゲット。あ、もうそんなに伸びなかったね。活力の5分、守りの5分。守りの5分は体力が中程度増加。あ、それはありがたいね。活力やね。体力が半分以下ってもうほぼ一撃だからね。お、強化いけそうだね。はい、ということで、今回はここまでとなります。思ったよりもだったね。解放はできたけど、まあ、結構そう、ね、強化できそうだったりもするんで、まあ、それをしてまたこういうところをちょっと掘り返しに行く感じに行こうかな。意外ともしかしたらこのマークのところはボスがいる中もね、今みたいなね、こことかあるしね、日吉の湯もあるけど、まあ大丈夫だと思うんだけど。ということで、今回はここまでとなります。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。